はい、大池塾でございます。はい、まあ、変則日程ということで、はい、3日間開催になったので、はい、まあ、全休日明けということなので、はい、日本は大池板の3頭だけでした。はい、はい、まずは担当アレルギー、そうですね、まあ、やっぱね、休み明けなんで、はい、どこまで動けるかと思いましたが、まあ、今日は3頭合わせ、一番後ろから追いかけて大外回しでの3頭合わせで、うん、まあ、6波で81秒8の、ラストも37秒3で12秒4、はい、まあ、編入でしたけども、まあ、うちの2頭とはまあ手応えでは勝ってましたし、まあ、隠してですね、真ん中心配だしね、うん、それは回ったから、フロート回ったことを考えれば、まあ、まあ、まずまずいい動きだったとは思います、うん、全体の81秒8っていうのはね、これいい時ですよ、ね、そうですね、うん、休み上げで、まあ、しっかり乗ってたし、はい、うん、まあ、力を出せるっていうか、ある程度の仕上がりまでは来たかなっていう、そうですね、まあね、ちょっと調教師もジョッキーも、まあ、ね、AJC の時に比べるとまだそこまではっていう感じはありますけども、まあまあ現段階で力を出せる体制にはなってるかなと思います、うん、はい、まあ、骨流とかあってね、その天皇賞も使いたかったけど使えなかった、宝塚も使いたかったけど使えなかったと、はい、結局伸び伸びになっちゃったんだけども、はい、まあ、それでもね、もうこれで立て直したからなんとかね、ここまで来たんで、はい、まあ、この結果次第ではね、やっぱり天皇賞とか、そうですね、そういうところをね、考えていくんでしょうからね、まあ、このレースぶりですよ、今回のレースぶりがさあどんなもんか、はい、うん、まあね、本来は、ね、能力的にはまあ今回のメンバーでは、ね、うん、ちょっと一枚上的なところはありますんで、そうね、その力を出せるかどうかっていうところですね、うん、そうね、そこが問題ですね、うん、あとマイネルミラーの、はい、金層ちょっと不審続きで、はい、ちょっとしんどいかなと思いつつも、でもまあ動くんですよ、それなりに、見た目はね、そんなにね、あの年食ってるな、もうちょっとピーク過ぎたのかなっていう感じは受けない、馬もハリもあるし、あのあれほね、ダグで歩いてる時もシャキシャキと歩いてるし、まあただ競馬に行ってね、ちょっと淡白なのはね、あのその辺がまあどうなのかな、買わされてからも自分でやめちゃってるような雰囲気があるんでね、そこだけ集中力が保てるかどうかなんですけども、まあ先週ね、合わせ馬でしっかりやって先着して、日曜日もやって、で今日水曜日が単走で 68.6 の12秒9、まあ、馬なり、まあ予定通りですが、まあまあ動き的には全然悪くないし、まあ前に前にっていうような感じのフォームにも見えたんで、僕はね、うん、だから悪くはない、あとはやるものやる気次第っていう、ちょっとね、他力本願の言い方しかできないけど、まあ今回ね、柴田大地騎手はね、丹内君がちょっと騎乗停止で乗れないんで、うん、柴田大地君が乗るんですけども、まああの前々の競馬運んで、まあ、早めにまくって足を使うような競馬ができれば、早めにかわされちゃうとね、ちょっとしんどいんでね、ちょっとセーフティーリードみたいなの持って、ある程度早めに行って後ろに足使わせてっていう競馬ができるのならいいかなと。あの2200の距離はね、多分ね、持つと思います、うん、あの2年前にね、あのオールカマ産経賞使ってるんだけど、あの時はね、1着がね湘南バンドで、2着がヌーボーレコードで、ね、G1 馬はロゴタイプも出てたしね、相手強すぎたので、あれはちょっとね、度外視したいと思います。何回も話しますからね、この馬。そうそう、あとパリからの手紙、はい、はい、これは単調ステークス発着からここかな、うん、単走で、まあ、だから札幌使って郵送で帰ってきてるのもあるんでね、そんなにね、あの熱気発揮の稽古なんかする必要もないんでね、単走で 67.4 と 13.0、 それでもしまいはしっかり追ってたんでね、まあこれだけできるっていうことはいいでしょう、まあ、ちょっと1600万の買った時ね、ちょ展開がうまいこと向いて差し切ってたけど、まあ、オープンでさ、どんなもんか、うん、ちょっと展開とか、ちょっと助けてほしいものがいっぱいありそうですけどね、まあ、乗り役さんが今回、田中勝春君にやったっていうんでね、勝春君だって、勝春さんだよね、勝春さんにやったんでね、まあ、それで思い切った競馬してもらえれば、まあ、ちょっといいところは見せられるかなと思います。一応、この3頭なんでね、そうですね、あとは木曜日の方になっちゃうんで、はい、はい、以上です。はい。